はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。8月20日、木曜日、今日はですね、午前中家でうだうだしてたらですね、ブルブルブルっと、スマホがね鳴りまして、あら目覚ましかなと思ってたら、電話でね、 LINE の方のお電話 で、目の中にね入れたら痛いほどね可愛い、大好きなね人妻から、お電話をいただきまして、病院帰りやったみたいでですね、ランチね、ランチ行きませんかとねオファーをいただきまして、急いでね準備して、まだね早かったんですけどね、午前中のね10時ぐらいだったんで、だいたいね唐戸近辺の、お昼のお店は11時ぐらいがね、ランチスタートなお店が多いんで、まだ早かったんでね、どっか空いてるのかなと思いながらですね、唐戸市場のヨシさんか、カモンワーフのね南丹さんが空いてるよっていう情報だったんで、人妻のね、ご希望通りカモンワーフの南丹さんに、おデートに、ランチおデートに行ってまいりました。モーニング南丹です。人妻から、ランチのオファーをいただきまして南丹にやってきました。10時からやってるんだね。はい。はい、南丹のランチセットです。人妻と人妻とちょっと早いランチをします。はい、というわけで、人妻さんとね、南丹で、ランチね、カレーランチおデートをねしてまいりました。まだね時間がね10時過ぎぐらいで早かったんで、他のねお店はまだ開いてなかったみたいな感じで、でカモンワーフもね全然まだ人が歩いてなくて、でこうね、カレー食べてたら、常連さんに目撃されまして、ニヤニヤしながら。ね、ひたすらニヤニヤしながらね、あれご飯とか言いながらね、ニヤニヤされながらね、不倫現場をね、不倫現場だと思われたんでしょうね、ニヤニヤしながら女連れてるわとね、ひたすらニヤニヤされて通り過ぎていかれましたかと思ったらね、今度は南丹のね社長がたまたま、お店の方に巡回に来られてね、南丹の社長にもニヤニヤひたすらされておりました。どういう関係なんだろうとね、疑惑の目で見られながらね、私たちのテーブルのね奥の方のテーブルでね、南丹の社長もねお昼ご飯食べてらっしゃいましたというわけでね、まあね健全な、お昼のねランチカレーおデートをね終えまして、出勤しましてね、お仕事に、入りましたと。で途中でね、カモンワーフから唐戸商店街の方にね歩いていくね、交差点のところで信号待ちしてたら、ちょうどね人妻さんのね、元のね職場の上司のね、方がねたまたまばったり、もう今退職されてらっしゃるそうなんですけれども、マダムとちょうど遭遇しましてね、その方にもね、旦那さんって言われましてね、いや旦那さんじゃないですよと、そこの居酒屋の店長さんですよっていうね意味のわからない説明を人妻がしてましてね、余計わけのわからん関係を、だと思われたと思われます。はいね、至ってね健全な、お昼の、ランチおデートでした。はい、というわけでね、準備して、カレー食ったらね、もうナンがね、とりあえずあのランチで800円プラス税かな。で、今日はなんか知らんすけどね、人妻が、奢ってくださいました。
申し訳なかったのでね、マンゴージュースはおごり返しました。なので、割り勘ということになりましてですね、ね、目の中に入れたら痛いほど可愛いね、人妻様、カレーごちそうさまでした。おごってくださってありがとうございました。で、完食したらですね、さすがに寝起きでね、あの量のナンとカレーね、辛口やったんですけどね、まあ、なかなかね、ちょっと刺激的でね、ちょっとゆっくりしようかなと思ってですね、ゆっくりしてたらね、ゆっくりしすぎましてね、まあそっから午前中からね、午前中はちょっと今日ね、涼しくてびっくりしましたね。カモンワーフでも南段さんも、もう開けっぱなしのね、オープンな、敷地内のところで、食べたんですけれども、ちょうどね、後ろからすごいいい風が入ってきて、午前中ぐらいの気温だったら全然耐えれたんですけど、帰る頃にはね、もうちょっと暑くなっちゃってましたけれども、うん、で店に帰ってきてね、通常通りエアコンつけてたら、なんかちょっと寒いなって感じるぐらいな感じだったんですよね。普通ね、仕込みの時間帯はね、ここ何日かはもうエアコンつけてもね、暑っていう感じだったんですけどもね、早い時間からね入れてると、まあ、体が慣れてるからかな、うん、なんかね、ちょうど、適温でね、もう お昼寝したくなっちゃうようなね感じでしたけれども、そこはね踏みとどまって、仕入れに行ってね、仕込みして、開店準備して、スタートしました。でね、今日も、スッポのね、幸子に、餌やりタイムやってまいりました。ね、もう完全にあの警戒心ゼロで、簡単にね、餌をね、パクついてるところをね、動画に撮らせてくれるぐらいには、完全に餌付けをされてね、さらに野生味がなくなった、幸子ちゃんでございます。どうぞ、かわいいです。バックついてください。というわけでね、餌食べてるところも、かわいいね、すっぽん幸子でした。でね、まあ、幸子もかわいいんですけど、なんか知らんけど、メダカの餌をやるよりね、幸子のね、餌レプ、レプをポンと入れたらね、幸子が気づくより先に本当にもうメダカちゃんたちがうわーってね群がるんですよね。なんかよっぽど美味しい匂いというか、気配がするんですかね。なんかもう猫にチュールをねやってる時みたいな感じの、もうなんか狂った勢いでのこの突進の仕方なんでね、毎回ちょっと面白いんですけど。でもこっちで幸子はパクパクパク食べてる時に、こうたまにあの餌がね、こうレプがクーッと流れて、こっちに行ってるところをメダカちゃんがつついて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 、こう幸子のね顔と前までこう持ってきて、間違えて食べられそうになるとかいうね、あのなかなか、シュールなね、絵もね、見ることが、できる、最近ね、ここ数日の餌やりタイムです。で今日ね、ぼちぼち、後半のね、8月も後半のね追い込みウィークにね入ってまいりましたけれどもね、まあ前半戦からね、まあ暇でした、ね、後半ね、ちょろっとあのバタバタっともうダメかなと思ってね、閉めようかなって思ってた頃に、パラパラご来店くださってね、助かったというか、ですけれども、まあ結果ね、終わってみたらやっぱり暇で終了という感じでしたけれどもね、なんていうのかな、
で今日ねびっくりしたのが、下関は出てなかったけど山口県で、コロナ陽性患者が11件出たのかな、ちゃんと見てなかったんですけど、とりあえず下関はいないなっていうのだけ確認してたんですけれども、なんかね、で宇部かどっかの学校がなんか休校にするとかなんかねニュースで、女の人だったっけ、多分宇部の市長だったと思うんですけれどもね、というね話もありますんでね、また下関の方でねこう感染拡大してくるとね、また学校の方が宇部が休校になりましたからね、下関の方もねもしかしたら休校になる可能性があるかなという感じなんですけれどもね、もう公共施設はね、海峡館とかね、唐戸市場はね本当によっぽどもう何百人単位、50人とかね100人とか単位にね、陽性患者が出ればまた閉鎖がね、休館中が閉鎖になる可能性もあるでしょうけれども、もう10人ぐらいだったらもう多分今市長は閉めないんじゃないかなっていう感じなんで、まあ一時ねこういう感じでなんか小康状態ではないですけれどもね、感じかなっていうかね、感じております。そうね、どうかな、なんかどっちつかずというか、まあそこまでね、緩んでるわけでもないしね、ビビりすぎてるわけでもないしっていう感じでね、ちょうどなんかね、間っていう感じかなっていう、なんか昨今のちょっとなんか下関のね、下関市民のなんかそんな感じが、見受けられておる、今日この頃でございます。はい、来週ぐらいかな、だから3連休とか、お盆ウィークのね、結果が出るのが、来週あたりでしょうからね、まあ、来週あたりどうなるかなっていう感じで、また9月戦線がまた好転するのか、はたまたねまた、地獄行きなのかが、決定するでしょうから、ちょっと今月のね月末のちょっとコロナニュースというかね、下関市内のね、感じ、東京とか見よったらねだんだん人数はね減ってますからね、でもういじるとこがないから重症患者が増えてきましたみたいなところがなんかね、クローズアップされてますけど、増えたって言っても何人かでしょうからね、100何人じゃもう、ネタにならないし、数字的にインパクトがないからどっかないかなって言ってなんか探しましたよみたいな感じのニュースかなっていう感じでね、よう探すわと思いながらね、まあどうかなっていう感じです。はい、というわけで、まあ、昨日ね、検査結果出まして、検査結果というか、まあ、MRI 取ってね、まあ、あんな感じだったんで、まあ、昨日はね、ちょっとねぐーっとねもうへこんでましたけれどもね、今日はね、目の中にね入れたら痛いほど可愛いね、人妻さん、30代前半、ね、のおかげでね、のお誘いのおかげでね、元気出ましたね、ね、大好きな、ね、関門海峡の、ね、ロケーション、大好きな人妻とね大好きな、ね、南丹のカレーを、ね、食べれるというね、素晴らしい、ね、お昼時を、ね、過ごさせていただきまして、ちょっと、ね、元気になりましたのでね、本当にね改めまして、人妻さん今日は誘ってくださってありがとうございましたね。もう久々にね、若い子ですね、はい、一応若い子です、若い子とね、ご飯食べるとね楽しいですね、はい、またね、誘っていただけたら嬉しいです。振り返るとね、前回ランチ誘っていただいたのもね、いただいたのも、最後が、人妻さんでした記憶がございますのでね、次も人妻さんでしょう多分、はい、
Facebook のねコメント欄にもね、コメントいただいてましたけれども、今度はね、人妻じゃない人からねオファーがあるといいねと、Facebook のね友達からコメントをいただいておりましたのでね、そうですねという感じでございます。はい、人妻じゃないね、ハイパーデラペッピンさん、ご飯オファーお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日もね終わりたいと思います。はい、明日が勤労行って、日曜休んで、で月曜日ね検査ありますので、まだねちょっと今日楽しかったけどねまだ気が重い今日はこの頃でございます。早くね結果が出てね、まあ白黒はっきりねつけたいと思っとり次第でございますので、決戦は月曜日です。はい、また明日よろしくお願いします。